そろそろ始まります。ミュートを皆さん解除してもらえたら。解除しました。はい。これもう YouTube に流れてるので。この YouTube ってさ、これなんですか？このトークが終わった後もずっと見られるんですか？見られます、見られます。永遠に。永遠に。そろそろ始まります。ミュートを皆さん解除してもらえたら。ちょっと YouTube さ、流してる人いた方がいいかも。画面上で流してると時間差で流れちゃうから。じゃあ、榎本さん。はい。お願いします。わかりました。はい。4月の12日から始まる予定だった、僕の個展の、最悪なことはまた起こるのか、最悪なことは味わいたくないっていうタイトルの、個展に、漫画作品を、出展する予定だったんですけど、でまあ、それがコロナでなくなっちゃって、まあ、延期っていう形で今そのいつやるかっていうことを考えてるところなんですけど、それでなんか僕漫画自体はその2年前ぐらいに描き始めて、それもなんか、単純に自分の飼ってる鳥の漫画をみんなにインスタグラムとかで見せようっていう感じで、それでまあみんなが笑ってくれるかなっていう思って描き始めたら、こうだんだん面白くなってきて、でそれでなんか去年の半年前ぐらいに初めてつけペンで漫画を描こうっていう、つけペンっていうのはその漫画の、漫画家の人が使ってる G ペンとかサジペンとか、なんかこういうやつを使って漫画を描き始めて、でそれでなんか6ヶ月間だいたい描いてたんですけど、でなんかその漫画をそのずっと描いてる中で、まあ、僕は本来というか普段は画家をやってるんですけど、その自分がすごい漫画の影響を受けてるっていうことをすごい発見したというか再発見したっていう、前の絵でその割と漠然とその漫画っぽい絵みたいな感じの言われ方とかして、で漫画の影響を受けてるんですかとか聞かれたりしてたんですけど、まあ受けてないことはないかなっていう感じだったんですけど、その漫画とか本当に描いてみると割とその自分の描線の太さとか、曲線の描き方とかキャラクターの表情とか、もうかなりありとあらゆる範囲にわたって自分が見てきた漫画の影響をかなり受けてるっていうことがよく分かったっていうか、でなんかそうやって考えるうちに、まあ、それだったら、なんかあんま意識的ではないにしても、自分が描いてる絵画とか、まあ、彫刻とか映像も同じようにその過去のアーティストとか、いろんな影響をもろに受けてて、しかも自分が思ってる以上に受けてるっていうこともあるんじゃないかみたいになってきて、でそれでなんか、なんだろう。僕はそうだけど、他のみんなはどうなんだろうっていうことを不思議に思って、それでなんか今回千葉くんとか真島さんとか地主さんとか、その地主さん映像作品とかを作ってて、で千葉くんとか実際になんかユミコっていう漫画とかも描いてたりするし、でそれでなんか真島さんもなんか、真島さんの場合は僕初めて東京に来た時にたまたまボカ展かなんかやってて、それでなんか美人丸っていう作品を見て、あ、これのエッセンスってなんか漫画っぽいなっていうのをすごい覚えてて、でそれでなんかじゃあ真島さんにも話を聞きたいとかいうのもあってっていう感じなんですよ、ね、でだからなんか、まあ、最初のトークの始めとしてはなんか皆さんがその作品制作においてなんか漫画から影響を受けたりするのかっていうこととか、そのなんかその漫画から影響を受けたりとか、どんな漫画が好きで、その小さい時自分の人格形成とか、 なんか表現の機微みたいなものがなんか変わってもろに影響を受けてる感じがするっていうものがあれば教えてほしいなと思ってっていう感じが最初の話になると思います。それでじゃあ、真島さん教えていただいても大丈夫ですか？あ、はい、真島です。よろしくお願いします。お願いします。声ちゃんと聞こえてますかね？大丈夫ですか？聞こえてます。聞こえてます。何から話したら
影響を受けた漫画ですか？影響でもいいし、なんかすごい好きな漫画があって、なんかこう、例えばなんか僕だったら、そのすごい怒ってる人とか見たら、この人マジでケンシロウみたいなのと思っちゃったりするんですよ。それって本当はケンシロウじゃなくてもいいはずで、なんか小説とか哲学の本から取ってきたらいいんだけど、でも僕のなんか人生全体になんか多分そういうのがスッて出てくるものにしてしまったのって多分ケンシロウなんじゃないかと思って、そういう影響を受けているとかいうのも入ると思うんですけど、私は漫画からは影響はもちろん受けてるんですが、具体的に絵とか、例えばあの漫画の小回りとか、そういうところでの影響はそんなに受けてないのかもしれないなと今回考えてみて思ったんですね。だから、物語というところではすごい影響を受けたものがいっぱいあって、そっちの方がすごく強いのかなと思いつつ、でもやっぱり絵も好き嫌いは当然あるし、でもなんだろうな、漫画読むときって絵があんまりこう自分がそんなに得意にしてないなと思ってもあんまり気にしないで読むっていうところは他のジャンルより強いかもしれないなという気はしますね。ああそうですかね。そっか、なんか、ちなみにどんな漫画が、リスト作ったんですよ。好きな絵の漫画はどうなんですか？例えば好きな、好きな絵っていうと、あの人の絵が好きっていうのはそんなないんですけど、絵ということだけで影響を強く受けた漫画って何だろうなって考えたのは、考えて思ったのが、荒木裕彦のジョジョの奇妙な冒険の、パート2ですね。これ当時高校生の時にリアルタイムで読んでいたはずなんですけれど、はい、あの絵にはすごいやっぱり惹かれましたね。どんなところがですか？ジョジョはずっと継続して今のも読んでるんですけれど、パート2第2部のあたりってまだこうこなれきれないというか、過渡期的なというか、その辺がすごく面白かったですよね。割と漫画的にこう記号化された度合いが、この第2部よりも前の荒木裕彦の作品は強かったと思うんですけれど、それが、彼自身の独特のその何だろうな、スタイルにこうが整理していく手前のところで絵を描いてる感が一番強かったのが第2部かなって。でその時の人の形のこうデフォルムのさす方とかもすごく、絵としてこなれきってないので、ちょっと彫刻的なゴロッとした感じだったりして、でもやっぱりそれは絵でっていう、そのなんだろう、中間的な感じが私すごく面白いなと多分思っていて、だから絵で惹かれたのってこれしかないのかもしれないですね。絵そのものに惹かれたっていうのは。なるほど。そうか。なんかその過渡期的な絵の感じで言えば、なんかあられちゃんからドラゴンボールに変わって、ドラゴンボール初期から最後になっていくっていう時でもすごいなんか絵がむちゃくちゃ変わりますよね。うん、変わりますよね。そうだな。絵で言うとそんな感じかな。そうですね、そんな感じですね。ではストーリーで言ったら、ストーリーで言うと、大島由美子のつるばらつるばらっていう短編があるんですけれど、これは私の心の漫画なので、はい。で、あとは、お話で言うと、宮崎駿のナウシカの漫画の方、はい、これはもうすごく好きなので、あとお話で言うと、ジョジョの7部が好きなんですよね。スティールボールランが好きなんですよ、はい。あれは良かったですね。はい。ちょっとみんな微妙に古いものばっかりで申し訳ないんですが、最近の漫画も少しは読んでるんですけどね。最近の漫画だとこれはっていうのはありましたか、なんか。あ、最近はあれですよ。紹介してもらった虫のユン。あ、はいはいはい。ああ、あれ面白かったですよ。はい。あれすごい面白かったですよ。すごい面白いですね、あれ。はいはい。であと、私の漫画はほぼ週刊少年チャンピオンが全てに近いので、チャンピオン系の漫画は大体読んでるんですけれど、あとは、あれ何だったかな、あれです、アシガールが好きで読んでます。それ何ですか、アシガール？アシガールっていう、ああ、アシガールの。女子高生が戦国時代にタイムスリップする話なんですけど。はい、アシガールガールとアシガールっていう。それは NHK でドラマにもなったらしいですけど、見てないんですけれど。ああ、そうなの。
それも読んでるんですか、うん、それもまだ終わってなくて、今連載がまだやってるので、これも読んでます。少年チャンピオンですか？これは違います。これはどこ連載だったかな、連載とは読んでないんですけれど、うん、チャンピオンでは六道の女たちっていうのがいいですね。みんな知らないでしょう。いや、もう知ってます。なんかすごい弱な少年がやたらヤンキーの女の子にモテる。あ、そうです、そうです。はい。そうです、そうです。はい。あれ面白いですよね。あれ面白いですね。はい。そんな感じです。そんな話でいいのかな。大丈夫です。ありがとうございます。千葉君とかはなんかその実際に漫画も描いてるし、多分聞く話ではすごい漫画のことも詳しいし、はい、なんかその、なんだろう、自分の好きな影響を受けた漫画とか、なんかその、それを美術の作品とかに転用していくみたいなことってありますか？いや、僕の場合はもろにそれをやっていて、うん、なんか作品とかもいっぱい作ってるんですけど、うん、どうそれを見せれたりしないのかな？見せれるか。なんかワンピースの映像とかあったよね。あったんだよね。そういうのとかも、なんか小川君のところで流せたりしていきたいかな。どうすればいいんだっけ？ワンピースですか？うんとね、そう、うんと、千葉雅也で検索して、これ俺が出せばいいの、はい、ここで。ちょっとトライしてみます。なんかあの、あれだよね。なんだっけ、画面を共有ってやればいいんだよね。映像を見てるんだ。これあの、ホームページで上がってるんで、問題ないと思うんだけど。あ、そっか。これを流して、これ、あの、集合アーツのホームページから見れます。これで画面、俺が、これやったらどうなった？下の画面の共有ってところを押してもらったら。出た？あ、出た。あ、見ました。あ、見える見える。これ真島さん見えますこれ。はい、見えます、見えてます。これ、集合アーツに普通にのホームページで上がってるやつなんですけど。すごいな、これ。これ僕が作ったビデオで、ワンピースの何巻だ ?40 何巻かな。そのシーンをそのまま、自分のなんか彫刻というか、モチーフ、普段これモチーフとして絵に描いてるやつなんですけど、それに、喋らせるっていうか、そのシーンを再現させるみたいな。喋ってるんだ。っていう作品。これが2016年で発表したやつで、これの続編の明日の城バージョンもあります。これはなんか、この作品の説明すると、これが特にいいなって思ったのは、このシーンがなぜ選んだかって言ったら、ルフィが、主人公のルフィがこう自分の目的を一番最初に宣言するとかなんですけど、うん、少年漫画の主人公が初めて目的を明らかにしたシーンだと僕は思ったんですよね、うん、こいつらは何のために戦ってるのかっていう目的を、それがこう自由、一番自由なやつが海賊王だっていうふうにルフィが言うっていうシーンなんですよ、うんうんうん、っていうところにいいなって思ってこれを作りました実際になんかこの漫画を読むときは、うんうんうん、あとに単行本買う、最初は立ち読みをするんです、コンビニエンスストア。それでそのなんかこう街にこう風みたいな感じでこう漫画の中のテキストがこう吹いていってるみたいな感覚をちょっとやってみたいなと思って、近所の街にの中にこうどんどん出てって、なんかそのテキストがなんかこうその街と同時に進行していくみたいな感じのものを一応目指したんですよ。これってなんか漫画の世界が世界に溶け合ってる感じっていう意味なんですか？っていうよりもなんか強引になんか混ぜるみたいなそうすると変なもんがこう立ち上がるはずだと思う。なるほど。なんかその、まあ、その話と関係あるかわかんないんですけど、なんか僕とかはそのまあ普段から漫画のことをよく考えてたのにっていうか、なんかもう世界の現実っていうか普通に目の前に展開されることをいちいち全部頭の中でその漫画に翻訳して、それでなんか感情をなんか
その説明するみたいなことをよくやってる気がして、うんうん、今それをすごい思い出した。これどうしようか、全部見てもそんな時間かかんないから流しておこうか、うんうん、これなんかキャラが分かれてるんですか、生徒そうそう分かれてる、あ分かれてるんですか、うん、全部のキャラが一応振り分けられてて、うんうんどれがどれっていうことは今覚えてないけどなんか千葉さん的にこの人はこの人だなみたいな、あそう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 、これがルフィだけど一応、どれがルフィ、どれがルフィだと、あそれがルフィね一番前にいるのがね、これはこの彫刻はちなみに100回燃えた男っていうタイトルのペインティングのモチーフになってて、100回燃やしてるんですいうだけなんですけどあ実際に燃やしてるんですか、100回、燃やしてなんか復活させてみたいな、あここがその名シーンでつまらない冒険なら俺はしない本当だ、これすごいビデオですねこれ気に入ってます、うん、これすごいすごいいいいい、よかったです、真島さんに見せるとだけでうんすごい、うんそう、やっぱ振ってこないとね、いろいろねすごいな、あここです、ここ、強固な海を支配できるかっていうふうに、うんうんうん、レイリーという、ここ最後これ用意します、おここ防水カメラ使ったんですか、うん、っていう作品でした、うん面白いねこれ、もうすぐ終わる、あ、俺で終わった、うん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 、戻った、これ画面戻りましたか、あ戻りましたよ、戻りました、そういうのとかを作ったりしたりとか、はい、そういう感じでなんかこう積極的にこう作品になったりしています、うん、あ漫画というの、あ投げ銭、投げ銭来た、この説明って投げ銭の説明って来た、あ投げ銭の説明は、うん、オンゴーイングこれから今コロナで開けれないからトークとかだけはやっていこうとは思ってるんですけど、うん、一応そのあの投げ銭で見てくれたら嬉しいなっていう。で、PayPay のアプリをから、この QR コードで、自分が値段設定して投げ銭できるので、まあ、1円から、まあ、数百万まで、誰でもできるので、よろしくお願いします。はい。じゃあよろしく。お願いします。よろしくお願いします。オンゴーイングってさ、潰れちゃうの？オンゴイングこのままでは潰れちゃうから、うん、なんとかしたいなって感じです、うんうん、潰れたら悲しいよ、悲しいね、うんうん、ちょっと今いろいろ考えてます、うん、あどうぞどうぞ進めて、こういう感じでちょっとちょいちょい投げ銭の うざったいのが入ってくると思います、わかりました、よろしくお願いします、よろしくお願いします、それでなんか、ジュンシさんとかは、なんかまあ話に戻るんですけど、はい、なんか、はい、漫画、多分直接漫画の影響を受けるというよりも、なんか僕がジュンシさんの話を聞きたいなと思ったので、うん、なんか映像ってそのシークエンスっていうか、なんかこのシーンがあって、このシーンがあるみたいな、なんか連続があるじゃないですか。はいはい。でなんか漫画でもなんか、それはあって、うん、このシーンっていうのは次のシーンのためにあるだとか、なんかそういうその作品の一個を、を成立させるために何て言うんだろう、こう波があったりとか、なんかこのシーンがこうでこうでとかいう、なんかそういうシステムになってるじゃないですか。はいはいはい。でなんかああいうのを考えるときとかって、その、まあ、あればっていうか、その漫画とかの影響を受けたりだとか、まあ、漫画じゃなくても小説だとかでも、なんか映像とかでも、なんかそういうのってあるんですか？あー、なんか私はすごいちっちゃい頃は漫画をすごい読んでて、
で私も映像作る前絵を描いてたんですけど、うん、結構漫画っぽいというかイラストっぽいってよく言われていて、うん、なんかそれはなんかちっちゃい頃からそういう絵しか描けなかったんですよ。なんか、うん、あの美術の時間とかでもなんかデッサンみたいなのがあんまりできなくて、うん、ああいう線画になっちゃうみたいな、うん、でだから漫画そうだな、で漫画は好きで育ってきたんですけど、うん、でもなんか漫画の何が好きだったかっていうと多分そのなんか今榎本さんがおっしゃってたみたいになんかこう読みながらなんていうのかなストーリーテリングというかその身体感覚とそのなんか漫画って基本長いじゃないですか。だから連載ですぐに終わんないしその漫画が続いていく時間とそう自分の人生がなんかオーバーラップして、うん、こうなんか自分の人生とまた違うレイヤーがあって漫画を読むとそっちに行けるみたいな、うん、なんかそういうのが多分好きで、うん、でそれがだんだん漫画だけじゃなくて長い小説とか、うん、あとなんか映画だったら、まあ、2時間にコンパクトになってるけど、うん、やっぱりそういう瞬間っていうかその自分の人生と何か別の人生がレイヤーになってこう、うん、重なる瞬間みたいなのにすごく喜びを感じるんですよね。だからなんかそういうのをどうしようかなっていう試行錯誤をしてるうちに映像にたどり着いたっていうのがあって、うん、なんか何か特定の漫画がすごく念頭にあるっていうわけではないんですけど、うん、なるほどなるほど。なんか今の話と関係あるかわかんないんですけど、なんか僕はなんかその今回漫画を6ヶ月間描いてる間になんか初めて体験したことが一つあって、なんかそれはその今その漫画と自分の人生がパラレルになるっていう話言ってたけれども、なんか僕はなんかその作品世界から戻ってこなきゃいけないっていうことを考えたっていうのが初めてで、なんか昔なんか大江健三郎かなんかの小説をインタビューかなんか読んでた時にずっと小説を読んでて、その後終わった後小説の世界から帰ってこなきゃいけないみたいな話をしてて、なんかそんな入り込むもんなんだなぐらいにしか思ってなかったんですけど、なんかそのちょうどその桜がいっぱい咲くシーンバーって書いてる時に、なんか自分の家の外をパッて見たらそこもすごい桜が散ってて、なんかずっと漫画の世界にいるみたいな感じで漫画書いてて、でなんかその全部その話を週末にするっていうことは一旦お別れしなきゃいけないっていうか、自分が考えたものたちとっていう、そういう体験を初めてしたっていうのがすごい面白かったんですけど、うん、うんうん、なんかでもそれは多分絵でも彫刻でも全部にあるはずで、なんかそういう感じもあったりしますか皆さんって。あるよね。うん、どうかな、戻ってくる、戻ってくるね、うん、なんか作品の中に端的しすぎて、なんか自分が設定したものに生きてる感じになっちゃって、うん、なんかちょっとうまくその実世界に戻ってこれない感覚みたいな時がいう話なんですけど、今回の漫画ではそれは強かったですか。それは強かったし、なんか今回それが初めてだったんですよ。なんか僕絵とかだったらあんまりそんな強く怒ったことがなくて、なんかその、まあ、それがなぜなのかって言われるとなぜかわかんないんですけど、なんだろう、書くスピードかな、書くスピードと時間もあるかもしれなくて、なんか最高でなんか1日18時間ぐらい書いてて、そういうのもあったのかもしれない、まあ、ただ疲れてただけっていうのもあるかもしれないけど、でもそう、でもこれがなんかその戻ってこ来なきゃいけないと思わなきゃいけないっていう感覚なのか。なるほど。疲れてあ疲れてても描ける度合いって、うん、まあ絵を描くときと、まあ、キャンバス大きめのに描くときと漫画描くときって違うのかな。なんかそれは結構基本的に似てると思っていて、うんうん、なんか漫画がなんかもう本当に疲れてるのになんで描けるかっていうと、次の展開を自分も見たいからっていう感じがあって、この表情を描くためにずっとこれを今やっててっていうことがあって、でそれが機動力になるっていう。うん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 、なるほどなるほど。そうだから全部なんか
自給自足みたいになっちゃうんですけど、その自分が考えたアイデアに自分が引っ張られて、うんうんうん、自分が描きたい絵のために今違う絵を描いててっていう、でそれが全部ガソリンになってその枚数を稼いでいくみたいなところがあるっていう感じがあった。うん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 、あ、なんかすごく漫画家っぽい。漫画家さんってやっぱほらキャラが動き始めるとか、うん、ね、当初の予定通りじゃなくて次をやっぱり自分が見たくてみたいなことを言う人すごく多いじゃないですか。すごく多いですよね。なんかそのキャラが勝手に動き始めるっていうことも僕本当に漠然として分かんなくて、で最初にその知識を得たのって小林誠柔道部物語とか書いたとかの、うんうんうん、多分自叙伝的な漫画があって、その一二の三四郎っていう漫画の中でなんかある女のキャラの何かが確定しないんだけど、その女の子が号泣したシーンを描いた瞬間にそのキャラが生き始めたとかいうことを書いてあって、これって一体どういうことなのかなみたいな感じのことがあって、だから多分その号泣の瞬間に小林誠先生の中でだから全部が確定したっていうか、その子が生まれたんだと思うんですけど、とかなんか漫画ってで、まあ、僕は別にプロじゃないし、なんか本当に自分が書いた書簡を述べてるにすぎないけど、そのキャラクターに命を吹き込む的なことっていろんな漫画家の人が言ってて、でなんか前千葉君とも話したかもしれないけど、燃えよペンかなんかの漫画の中で、うんうん、なんか主人公の漫画家が別の漫画家に自分のキャラクターを取られるっていう話があって、でその自分が書いたキャラクターを他の漫画が描いてるのに、その他の漫画が描いてるキャラクターの方が命が入ってる感じがするっていう話がある、うんうんうん、浮気されてるみたいなね。そう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 、自分の家からいなくなっちゃったみたいな。そう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 。だからキャラを盗んだっていう笑える話になってるっていう感じだったんですけど、でもそういうことって本当にあるなと思って、でなんかそのことと、なんか最初に真島さんがおっしゃってたあの絵がどんどん変わっていくっていう長い連載の、うんうん、昔のキャラクターを今その漫画が描いたらなんか魂が抜けた感じの描写になってきた、うんうんうん、それに似てるって思ったりするんですけど、でなんかあるよね、絵でさこなれすぎててさなんか魂が抜けた感じになっちゃうっていうかさ、うん、なんかあのハロルド作為師ゴリラーマンとかさ、うん、の時すごいさ、うん、なんか魂が入ってる感じがしたのにさ、うん、あ そ, う そ, うその後のなんかベックとかになってた全然違うなみたいなさ時とかあったりした。すごい可愛らしい絵が。ハロルド作跡って最初の僕もゴリラマンめちゃくちゃ読んでたんですけど、うん、ヤンキー漫画なんだけどちょっと映画的エッセンスがあるみたいな、うん、かっこいいところがあって、うん、なんかキャラの表情もすごい写真的っていうか、なんか、うん、なんだろうな、漫画的記号にそのまま載せない曖昧な部分が残ってるみたいなところがあって、それがすごい面白いなと思ってた感じがあります。でなんか、あ、そうか、僕の話をしてない、なんか僕もすごい漫画が好きっていうか、うん、まあ僕が最初に影響を受けたのって明らかに筋肉マンなんですけど。おお、筋肉マンファンは多いですね。いや、もう僕、うん、多いですよね。僕1977年生まれなんで、ちょうど筋肉マンがアニメでやってて、みんな筋消しを集めてたっていうような時代だったけれど、だから僕もだから筋肉マンって新しい超人を自分で作って漫画の雑誌に送るっていうシステムがあったじゃないですか、うん、それでなんかそれが採用されたらみんなに自慢できるみたいなところがあって、うん、僕も毎日書いててそれを、だから多分その絵画的技術としてアカデミックなものではないにしても、なんか絵を描くイロハみたいなのって多分筋肉マンの新しい超人を考える過程ですごい身についたところがあって、だからなんかこれはもう影響を受けたと言わざるを得ないなと思ってるんですけど、だからなんか僕の作品とかでもちょっと画面を共有します。これか、これで共有できてますか。まだ来てませんね。ないです。これだ、来ました。そうですね、あ、来ましたね。これは僕の映像作品なんですけど、うんうんうん、あ、これはなんかDVD 持ってる。基本実写なんですけど、この辺とかはアニメでできてたりして、うんうんうん、これはもう明らかに北斗の拳の影響を受けてる。これ一つの作品？これ一つ、45分ある。長い。これ何年の作品ですか？これはもう2000
11年ですね。これ私多分見てると思うんですけど。ありました。ないかな。そうそう、タローナスで発表しました。うん、見てると思います。そうそう。見てますね。グループ展でやった時のやつか。そうそう、秋吉くんと2人展でやった時にこの映像があって。で、なんかこれ、あ、これ KW 社員ですね。と書いて、なんかそのアニメとか、これはドラゴンクエストとアニメーションとか漫画を一緒にした。これはドラクエとかっていうか、まあなんかそんな感じで僕は結構節操なく影響を受けてるタイプなんですけど。で、なんか最近っていうか、5年ぐらい前にこういうやつを作って、これはもう完璧にアニメーションみたいだった。だからなんか、ずっとその、はい、デッドボディ、ウェアノートだよ。OK。っていう感じの、なんか。これ、どうやって作ったんですか？これ、書いたんですか？全部。これはなんか、ポーザーっていうそのソフトっていうか、アプリケーションがあって、それにたまたまアニメーション機能がついてて、それを使っただけっていう感じ。多分、専門的な、わけわからん使い方をして書いてるんですけど。いうものですね。で、なんか絵画とかでもなんか、そうだな、絵画とかでも僕も基本的にアニメっぽいものがいっぱいあって、アニメじゃない漫画みたいなやつがいっぱいあって、特にどれだろう、これとかそうか。小さすぎ。この絵とか。ぐちゃぐちゃだね、こう見ると。これ300号ぐらいあるんですけど、なんか。これは21世紀機種っていう太宰治の20世紀機種から取ったタイトルなんです。で、なんかこれをまあ全体的に漫画っぽいっていうか、ちょっとグラップラーバキみたいな感じとか、なんかまあいろんなところを入れてきたっていう感じ。でも小さくてわかんないんだけど。違う。でかく。この方ね。なんかこう見るとさ、なんか色がさ、うん、あのジャンプの横みたいだね。あ、本当だね。あ、これとかもかなり漫画の影響を受けてる感じがある。これはそうですね。これはそうですね。これはそうですね。すごいそれっぽいですね。これはなんかバルビゾン派に対抗して、ボンバイエゴはバルビゾン派っていうのを設定して、バルビゾン派っていうのは森で描くけど、でも森で人間を食う派もあっていいんじゃないかっていうような感じだと思う。なんかよくわかるような、全くわからないような。うん、でも言ってることはよくわかる。わかる。はい、っていうような感じだとか、もっとすごい昔の絵とかだと、こういう感じというか、線と色みたいな感じなので、やっぱり僕も漫画にすごい。書いたね。でも漫画に影響を受けつつもっていうか、なんかその、影響を受けるというか、なんか漫画の文法を多分海外に取り入れてるっていう感じの方が言い方としては近いのかもしれないし、感じですね。エノさんの絵って、はい、2つ以上のこうイメージを重ねるでしょ？はい。アートっぽい、あの例で言うとピカビアっぽい感じの、やったりするじゃない、やるじゃないですか。はい。あれって漫画っぽいのかな？あれは、なんか漫画だと思ってやってるわけでは多分ないんですけど、うん、なんかその、違うものを組み合わせることって、なんか、シューレアリズムだってそうじゃないですか。うん、そうですよね。とかも、対極主義とかって違うものを合わせたりするじゃないですか。うんうんうん、僕はなんか、最初それがコラージュ的だなって自分では思ってたんですけど、うんうんうん、でもなんかその、
年を経るに従ってというか、コラージュって言い方は全然正しくないみたいな感じで思ってきて、多分正確に言うとそのなんか夢に近くて、うん、夢の中ってなんか、うん、そのものがシームレスっていうか、そうそうシームレスだし、うん、そのいろんなものがこう前後重なる、うん、しかもそれはモチーフだけじゃなくて時間と空間とか全部のこと、うん、人格とかまでもっていうその辺を意識してるっていう方が近いんじゃないかって気がします。うん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 。うん、漫画でああいう感じってなんかあるのかなと思って、はい、ちょっと考えたんですよ今回の漫画もあの読んで、はい、野本さんの読んで、で野本さんのこの漫画を写してもいいの？はい、いいですよ、ね、うん、でまあもう どこを取り上げてももちろんいいんですけれど、どこが一番わかりやすいかな、まあ、どこでもいいんだけどな。どこでもいいからちょっと迷っちゃうな。ちょっと違うな。まあ、例えばこととかね。あ、はい。はい。こういう、あの、透過してるというか、あのオーバーラップしてるイメージっていっぱい出てくるじゃないですか。ああ、出てきます。で、それってやっぱり、あの、小回りとかページの構成とかも全部つながってますよね。はい。こういう表現って、漫画って、実はあんまりないのかな、どうなんだろうなと思って、私、あの、漫画をすごく幅広く読んでるわけでもないので、うん、あの、わかんないんですけど、こういう表現って、漫画の中では、どのぐらいやられてるのかなと思って、そんなこと気にしながら読んでたんですけれど。なんか少女漫画っぽい気がするけどね、どっちかって言ったら。ああ、確かに。なんか輪郭、コマのさ、輪郭自体がさ、なくなってさ、うん、そうなりますよね。立ち落としでなんかね、ふわってなっちゃって、うんうん、吹き出しとかもさ、もっと空間に溶け込んでるみたいな感じでさ、表現する。うんうんうん、そうだね。なんかそう、そう、少女漫画は確かにそうで、僕も別に少女漫画にそこまで詳しいわけじゃないけれど、なんか、なんだ、少女漫画って僕の勝手なイメージだと、そのコマとコマの間が溶け合うみたいな感じがあるっていう、うんうん、なんか、そう、それのことで、なんか、今回僕が書いたやつに関して言えば、なんだろうな、その、多分最優先事項が、そのコマを進めるっていうことじゃなくて、なんか自分にフラッシュバックしたようなことだとか、うんうん、こっちをどう見せるかっていうのが優先されているので、うんうん、なんかそのコマ同士が被ってったりとか、その、なんて言うんだろう、そのコマを目で追っていくっていうことが割とその瞬間的にものを見るっていうことに対して煩わしいような感じがあって、うんうん、でそれでなんか、そういうふうにしたっていうか、その描線とか塗り方とかも多分それに合わせて作ってやるっていう感じ。うんうん、こことか、これ、こうすると自分が自分を見れなくて、自分の写してるのが確認できる。これでここかな、ここどこだ、ここら辺か、この辺かな。はいはい、うん、こういうページの、まあ、こういう全体のページなんですけど、はい、でこのここのところって、はい、言ってしまうと、ここのところに小回り的なものが書かれてるじゃないですか、小回り的に。うん、ここのところ、うん、あ、はいはいはい、でこれってページの隅に追いやられてるんですよね。そうですね。まあ真ん中にはそのキャラクターが大きく切ってるんですけど、全体としてはやっぱり絵になっていて、うん、でこれがちょっと面白いなと思ったりとかっていうところがすごいいっぱいあって、うん、これ三部構成でいいんですかね、この作品は。で一部が一番そういうあのオーバーラップとかシームレスな感じじゃないですか。はいはいはい、すごく、はい、で一部がやっぱり一番こう、まあ最初のところなんで、こうぐっとまず引き込まれるところなんですけど、うん、一通りの展開があった後に、うん、どこだ、ちゃんとポストイットしとけばよかった。でもすぐ出る、さっきのページの2ページ前なんですけど、はい、これってすごく榎本さんの絵っぽいじゃないですか。そうですね。ここで一遍その動きがなんだろう、ぬるぬるっとしたその、境界がなくなってしまうようなところが、はい、一度この絵の形で止まるんですけれど、はいはい、これって、はい、あんまいい言葉かわかんないけど、はい、レンダーが違うんですよね、これまで、そこまでの。うん、
何が違う レンダリングの手法が、はいはい、ここ急に違うタッチが入ってくるのがすごい面白くって、あ、はいはいはい、それまでって、まあ、その前のページってこうなんですよ。そうですね、はいはい、そしてその次のページにこうなるんですよね、あ、はいはい、でもその次のページってまたこうなるんですよ。そうですよね、うん、そしてさっきのページに戻っていくので、うんうんうん、そういう休館というかスッと入ってくるところで改めてそれまでどういう絵を見てきたんだろうかということにちょっと気がつくみたいなところがあって、あ、はい、私はこの辺がすごいスリリングで面白く思いました。なるほど、細かい内容の方までは全然まだ読み込めてないですけど、よろしくお願いします。なんかその漫画ってそのページがあるから絵画は1枚、まあ、1枚というか連作の場合もあるし、展覧会の中の位置づけで意味が決まってくるというのももちろんあるけど、基本的にその1枚で勝負するっていう感覚がその、海外にはあるのに対してその漫画って次のページがあるっていうか時間があるじゃないですか、1ページ目から150ページまで。でなんかそこの辺はちょっと歌舞伎みたいな感じをちょっとだけイメージしていて、なんか歌舞伎もなんか連綿とこう話が続く中でこう決める時があるじゃないですか、うんうんうん、ああいう感じっていうか音楽でも何でもこういうのがあってここはピッて止まるみたいな、そういうものがあった方がいいとか、なんかそういう感覚を取り入れたいというのがあります。なんか絵のこの三部構成の中で一部っていうのが割とドロドロしてるっていうのはなんか基本的にその古事記とかを参照してるっていう感じがあって、でなんか古事記も日本の国土みたいなのができない時ってもう何もかもめちゃくちゃじゃないですか。ああいう感じがだんだん凝結していくみたいな感じ、うんうん、それで初めてだんだんストーリーっていうかお話がお話らしく立ち上がっていく感じっていうか、なんかその辺の演出というかそういう感じですね、うん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 、あちょっと質問してもいいですか、はい、なんか例えばなんか絵画で原作みたいにこう近いモチーフで何枚か描くときとこのやっぱりこう時間の中で描くときってかなり違いました。原作というのはなんか私も最初絵描いてたときになんであんまり絵描かなくなっちゃったかっていうのの理由の一個で、なんか映像の中の方が自分が入ずっと入って制作できたんですよね。多分さっき榎本さんがおっしゃってたこととちょっと近いのかもしれないんですけど、うん、なんか絵だとすぐ自分が弾き出されちゃって あんまりなんかずっと中に留まれないのが寂しいなと思って、うん、映像やってるとずっとそこにまたちょっとしばらく経って戻ってきてもそこにまた帰ってこれてまたなんかそこにずっといられる感じがすごい好きだったんですけど、あ好きなんですけど今も、うん、なんか榎本さんはなんかどっちも絵で表現されてますけど、そういう何枚か続いてるとやっぱりこう漫画として描くときってなんか違いますか。どうだろう、なんかこれからの多分油絵の仕事に関して言えば多分その、うん、漫画を描いたせいでそのフィードバックが出ると思うんですよ、うんうん、で漫画以前の僕っていうのは結構比較的連作っていうことをやらないタイプ、一枚一枚に関して違うことを書くっていうことが多いっていう感じ。でもまあ2012年ぐらいにやった個展とかだとある程度通定音みたいなものを決めておいてそこを全部の絵がタッチするように書こうぐらいのことを書いてていう感じだったんですよ。でなんかその地主さんが絵をから遠のいていた理由みたいなことを今教えてくれた話と関係あるか分かんないけど、なんか僕のなんか絵に関しては毎回入り込めるわけじゃなくてなんか全然入り込めない時期が続いたりして、でなんか病気みたいになっちゃうみたいな時もあったりとか、なんか そういうことがあって、そのなんだろうな、絵って変でなんか僕も常々ずっと入っていきたいとは思うんですけど、なんか弾き出される時っていうのが必ずあって、そうあれは一体何なんだろうっていつも不思議に思ってるとか、うん、逆にそのちょっとしか仕事を進めてなくてもこの世はもう俺は入り込んでるから安心みたいな地点があって、であとはまあ埋めていくっていうような、なんかそういう感覚もあったり、なんか千葉君とかでもそういうのってあったりしますか。その入り込めないとか入り込めるみたいな、そう入り込もうとしてないっていうか
入り込んではいけないみたいなところがあって、へえ、そう、絶対になんかこう玄関の中に入らないみたいな があるかもしれない。でその玄関をどう描くかみたいな感じっていうか、なんかそういうふなんか人間が見るもんじゃんねって、うん、この感覚ではだから人間は描く必要はないって、うん、ほとんどの場合、うん、人間はさその絵を見てるところにいる、あーなるほど、なんかそういう感覚は結構あるから、うん、その入り込まないって話って結構なんか自分の中では制作のポイントみたいな、うん、それでだけどなんか漫画の話にちょっと戻すと、うん、なんか漫画のさっきも言ったけどさ、あの地主さんの話のそうだけど、なんか平行世界みたいな感じでさ、漫画の中の時間みたいなのがさ、うん、進んでってさ、うん、でなんかさ大友克洋がさなんかスチームボーイっていう映画をさ、うん、やるって言ってからさ、うん、発表するまでにさ20年ぐらいであったんだよ、15年ぐらいか、すごい時間が経っててさ、うんうん、で俺の友達がなんかもう大人になっちゃったよって言ってたのをなんかすごいなんか覚えててさでさ、なんかさ、なんかそういうのってあるじゃん、なんかその、うん、時間が合わなくなっちゃって、ああ別れちゃうみたいな、なんか、そういうのとかすごい感じるけどね。だから、それを見せようと思ってた作品があって、うん、それがこの作品なんですけど、あれ、どうなったこれ。なんか映ってはいるけど、映ってます。何が映ってる？細長いのが映ってる。え？細長いのが映ってる。変なことになっちゃった。一部だけ映ってる。あ、これか。これか。どうだ。なんだろう。なんか映った。うん。変わんない。あれ？今シコワークのなんか上のバーのとこしか映ってないですよ。うん。あ、分かった。これだ。うん。あ、来ました。あ、この作品、うんうん、これなんか僕がユミコっていう漫画を描いてて、うんうん、でそのキャラクターが書いてあるんだよ、これよく見ると、うん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 、それでこれ再会っていうタイトルで、うんうんうん、結構再び会うっていうタイトルの作品なんですけど、うんうん、2013年、うん、六本木クロッシングに出したやつなんだけど、うんうん、なんかこれはそういうことをテーマにしてる、なんかこうなんていうの、自分が知ってるこう慣れ親しんだキャラクターが、うん、こうなんかこうもう一回会う時みたいな感じ、うん、でこれ自分の車の前でこういうなんか木の塊みたいなのとかいっぱい並べて、うん、それにこうマジックでこれを描いて、うんうんうん、でそういう漫画のさっきも話にでさ漫画の中の漫画表現の中のレイヤーみたいなさことってあるじゃないですか、うんうんうん、レイヤーが重なってることで、はい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 、溶け出すエモさみたいなものを表すみたいな、うん、そういう文法をなんかこう生物画の中にこう入れるみたいな実験みたいな感じだったんだよね、うん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 、確かにこの絵は少し榎本さんっぽいかもしれない、うんうん、そういうのとかありました。あ、戻った。千葉さんでも一つの絵描くのにすごい時間かかる、かけるじゃないですか。でもその間に入らなくてもどうやってキープするんですか、そのコミュニケーションとか。絵とのコミュニケーションとかはない。ないんですか。そっか。でもコミュニケーションっていう言い方もできるのかもしれないけど、うん、なんかね、ノリみたいなのとかはあるけど、その辺がうまくいってるから、うん、この辺もこれに合わせてうまくいってるような感じになってテンションが上がるみたいな、あ、そういうのはあるけど、やっぱりなんかこう入り込みない、込みすぎないようにすごい気をつけてるっていうところがある。なるほど。なんでだろう、怖いっていうのもあるし、うん、それをやらないっていう作品を作りたいっていうふうに思ってるのかも、うん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 、なるほど。やっぱりなんか絵を描くのはなんかある程度危険な行為だと思うんだよね。危険な気がする。多分古来から危険だったんじゃないかというぐらい思ってるんだけど、うんうん、
なんか僕は本当にどうしても入り込んじゃう時があって、なんか自分の漫画とかでもそうだけど、なんか時々泣きながら描くみたいな時とかあるっていう、うーん、なんかそういう感じだとか、そのまあ絵でもそうだし、なんかだからそうなんだよね、なんか自分のその感じが正しいかどうか分かんなくて、そのまあ戦略的にっていうか、うん、絵画制作の上での戦略として合ってるかどうかも分からないとかいうのもあるし、そもそもそのやり方が僕が90歳とかになっても続けられるのかっていう心配もあって、でなんかそれはなんかその絵を描くことが危険っていうところにも合ってるし、でもなんかルノアールとかが絵を描いてる映像とかをパーって見てみるとすごい淡々と描いてて、こういう感じでいいのかなとか思っちゃったりもしてるっていうか、だからそれはなんかその都度頑張って変えていきたいなとも思ってるんですけど、なんか今のところは実情はすごいものすごい入り込んじゃうっていう感じのことが多いっていうのが僕ですね。漫画家の人はさ、すっごい入り込むタイプの人が多そうだよね。ああ、藤田和弘さんそんな感じがする。ああ、うん、なんか水木しげるがなんかインタビューでなんか手塚治虫さんとか、うん、そういういろんな漫画家のことをなんか真面目に書きすぎだみたいな言ってることがある。なんかパチンコをやるみたいな感じで書かなきゃダメだみたいな。なんかそういうのはなんかいろいろタイプがあるんだろうけど、考え方が。そっか、うん、あると思う、うん、なるほど。それは距離の違い だけであって、うん、何かあるなしっていう話じゃないのかもしれないけど、うんうん、だから多分なんか僕の場合はなんかそのいい悪いっていうよりか単純に依存症的な部分もあると思うし、うん、なんかこう絵画依存症みたいにこう絵を持って描いてたらすごい大丈夫みたいな、なんか根拠がないと思っちゃうっていうか、うん、それっていうのは別に美術と多分関係ないし、この個人的 なんか性癖というか、なんかまあ習慣っていうものでしかないんじゃないかっていう気がするから、僕もなんか普通に冷静に考えるとその手塚派でもなんか水木派でもすごいどっちもいいと思ってて、なんかでもどっちかというとでも水木派の方がなんかすごいだから淡々としてていいよねっていう部分ももちろんあってっていう現状かなって感じがしますね、うん、なんか水木派の方が長生きしそうですね。実際あの2人だったらそうだけど、ね、これ、うん、あ、ごめんなさい、あ、どうぞ、まあ、どのページでもいいんですけど、とにかく書き込みがいっぱいあるじゃないですか、はい、あのなんていうの、掛け編みっていうんですか、こういう、ああ、いっぱい細かい立ちいっぱい書きますよね、はい、こういうのって淡々とじゃなくてこういう時も涙を流しながら書くんですか。まあ、涙流しながら冗談ですけれど、はい、こういうのってでもどういうふうに、ね、考えるかっていうのは結構人によって違うのかなと。例えばすごい乱暴に言っちゃうと、その何て言うんですか、トーンっていうんですか、うん、ああいうのを使って貼ってしまって、でここはこういう濃淡をつければっていうふうに画面の構成だけで作ることもできるだろうし、はい、あのベタを増やすとかすごさとできるかもしれないけど、でも当然これ一個一個書くってこと自体が絵として、はい、漫画として必要なのか、絵能さんにとって必要なのか、何にとって必要なのか、まあ、はっきりしないとしても、まあ、必要なわけじゃないですか。はい、そうですね、はい。こういうのっていうのは、なんかこう、例えばアシスタントに全部丸投げできるようなものなんですか、アシスタントがいたら。それともできないものなんですか。僕の場合はまずできないと思います、ね。できない、なるほど。なんでできないかというと、その掛け編みっていう、そのパーって線を引いて画面のトーンをつけるというやり方っていうのは、なんか銅版画とかでもやるじゃないですか、うんうん、なんかああいうこと一つにしてもなんかもうダメな時はすごい全然ダメだったりするっていうか、うんうんうん、なんかこのトーンでこの感じじゃないと絶対ダメなのになんでそうなんないんだろうって思って、そこからまたやり直す時って、まあ、なんかさっきの話と前後するけどちょっと入り込んじゃってて、でなんかそれでなんかうーんなんだろうな、自分の感じてるバイブスの感じっていうのをそのままパッてこう輸出しようとするときっていうのは、なんかどうしてもそうなっちゃって、だから多分これやっといてって言ってその人がやってくれたとしても、なんか思った感じにならないんじゃないかっていう感じで心配があるっていう、だからやらないっていう感じになります、ね。そういう感じかな。ちょっといいですか。はいはい。
これって何いつまでやるのって決まってんの？確かに決まってる？いや決まってないですよ。まあでもだらだらになっちゃうとあれだから8時半とかにしますか？そうですね。うん、あもう結構1時間経ってる。もうね、1時間経ってるね。とりあえず8時半ぐらいっていう感じにしますか。わかりました、わかりました。ごめんなさい。はい。っていう感じかな。今の聞いて千葉さんはどうですか？どのポイントですか？自分で書かざるを得ないし、いつも同じように書けるとは限らないっていうところ、うん、そうです、そう思います。結局はそうだと思います。逆に言うと、まあ、いわゆるそのキャンバスに描くようなアウタブローとかその漫画とかに限らず絵を描くときに、はい、外に、要するにあの丸なんていうんだ、アウトソーシング、うん、できる部分ってあるんですか？発注みたいな、キャンバス貼るとかできるのかなって思うんですけど、キャンバス貼るができない人もいますよね、多分、うん、いると思いますね。ですよね。はい、どの辺はいけそうなとこってあります？いけそうなものって。いや、キャンバス、いや、どうなんですか。でも単純に発注するのも体力が必要ですよね。まあまあそうですよね、はい、発注に使う体力って結構僕の場合あって、自分でやった方が楽っていうことも多い、うんうん、ああでも僕もそうかな。だからコンセプトに発注するっていうことが入ってるんでなければ。ああなるほどなるほど、うん、でやる方が楽だし、でもどうなんですか、そんなにやったことないですね、ここ書いといてみたいなね。やってみたいです。ジュニシさん、セカンドの撮影者とかいるんですか？結構私もなんか、うん、ずっと悩んでて、こうやっぱ人とやれたらいいし楽だなと思いつつ、私もできないというか頼んだりもするんですけど、なんかうまく、なんかやっぱすごい、うんうん、上手い人よりは上手くないです。なんか伝えたりとか、共同作業がなんか、やるんですけど、もっと、ね、結局自分で撮っちゃったりします。あ、でも僕もビデオ作品とか、ペインティング以外だったら全然できるかも。ああ、なるほど、なるほど。ビデオ作品、ジュニシャンとも一回コラボレーションした。ああ、そうだ、そうだ。ジュニシャンにカメラを回してもらったりしたことがあったんですけど。なんかそういうのと全然できるんだよ。なんか自分より全然いいっていうか、自分しゃべった方がそうなんだ。そう、面白そうだね。一回もやったことないよ、俺多分、うん、絵以外でもないですか？なんか全然絵以外でもなくて、なんか多分すごい欲張りなんですよね、僕って。なんか全部自分の思った通りじゃないと嫌だみたいな感じのところが、うんそれでやっちゃ、でも本当は本心から言えば助手が欲しいなと思うときはすごいあるし、ね、単純に、なんだろう、僕喋りながら書きたいっていうのがあって、すごい退屈になっちゃうんですよね、なんか。退屈が寂しい。実は僕、この今年に入ってから、2月、3月ぐらいまで、榎本さんのスタジオの一部を曲がりさせてもらって、榎本さんがその漫画描いてた時、僕隣で大きい描いてたんですよ。だからすごいよく喋ったよね、2人。ずっと喋ってたよね。でもあれ本当にね、精神衛生上良かったっていうか、なんか別に千葉君も喋りながら描けるタイプの人だし、なんか、でもなんかお互いなんか、なんかよくわかんない空気を読んで集中に入る瞬間に、それでなんかお互い全然喋らない時もあるとか、そういう日もあったよね。そうそう。でもなんかそれ自体僕すごい初めてだったし、なんか大学も僕工芸家だったから、その画家の隣で絵を描くっていうことがなかったから、すごい面白いと思ったし、なんか楽なんですよね、作業が。そうね。それがすごい良かった。なんか絵だと本当にろくでもないことばっかり思い出して描いてると。過去のムカついたこととか全部思い出したりするっていうことがあって、でもそうするとやってらんないような気持ちになってくることも多いので、だからそうすごい良かったっていうか、助かった感じがあるよね、うん、じゃあ喋ってても集中力はそがれないんですか？うん、なんか集中力がっていうのは、そのコピーってずっとっていうよりかは、てんてんてんってやって、ここで集中すればあとは手を動かしたらいいっていう時間があって、それをその間喋れるっていうか、
ことですかね。なんかさすがに20年ぐらい書いてるっていうのもあるかもしれないけど、手がなんかある程度仕事を覚えてる部分もあるし、なんかそういうのも使えるっていう感じかな。まあ、うまく説明できてないかもしれないんですけど、そういう感じ。なんか多分集中力が本当に発揮される僕の時間って多分1日で20分ぐらいだと思うんですよね。だからその他の時は二次集中とか三次集中みたいなやつがあって、でそれはなんかゆったりできるし、でもなんか鬼のような形相で考える時ってあるじゃないですか、誰だって。そういう瞬間は僕の場合は1日のうちそんな長くは持たないっていうのが印象かなっていう感じです。あとなんか絵をばっかり描いてるとなんかその、うん、絵画の中にずっといて、うん、実際の自分の人生をなんか生きてないような感覚になってくる時がある、うんうんうん、んあるよ、心療内科みたいな空気になっちゃってなんかすごい、なんかそれだから描いてる最中に人と話すってことが結構なんかストレス解消になるっていうか、いやなんかこう、なんかある種なんていうか健康的な感じがすごいする。確かに、うん、全然話があるんですけど、はい、あ、すいません、あ、ごめん、あ、ごめん、話変えるのやめるわ、やっぱどくだらんことだった。いや、ちょっと町子さんに質問してもいいですか。はい。なんか、なんかこう町子さんはなんかこうもうちょっと手で覚えてるというより部分とは別にもうちょっとコンセプトみたいなものが大事じゃないですか。はい、コンセプト、ま、うん、なんか、ま、待ってるのか、ちょっと話ずれちゃうんですけど、なんかどういうポイントにその集中ポイントってくるんですか。なんか自分で決められるもんですか、そういう集中ポイントって。どうだろうな。集中ポイントっていうのはそんなにはないかな。私もあの昔は絵を描いていたんです、学生の頃。でも絵は、まあ、まあ、あの 表立てというかパブリックに発表する形の絵は久しくやってないんですけれども、それ以外の作品でアイデアとかっていうことですかね。アイデアはでもあのいつ来るともわからないのでしょっちゅうメモは取ってますよね。で、あとあの私一月か二月に一遍ぐらい濃密な夢を見るんで、あのだいたいそのぐらいの周期で、それまでにいろいろとこう見たり読んだりしたりなんだりしたものがこう煮詰まってくる、あの いい意味でのとか、あの本来の意味での煮詰まってくるタイミングがあって、大体それがそういう濃密な夢見るのと割と近いの でそれはもう全部あのメモ取ったり、まあ、簡単にドローイングしたりとかで起きてすぐ取るんですか。起きてすぐですね。そうしないと忘れちゃいますもんね。うんとね、逆にあのメモ取るために起きるみたいな感じの方かもしれないですけど、あ、それで起きるみたいなって起きるんです。今来てる。起きます、起きます。うん、起きますか、書いとこうと思って。で、そういうのはまあ全部あのまとめて持ってるんで、アイデアが定期的にっていうよりは、まあストックはずっとあるのでみたいな感じですかね。このメモってちょっと見せてもらうことできないですか。メモか。じゃあちょっと読めるかな。なんかそういうデジタルなんですか。いや、大体あのメモって取ってあの手書きじゃなくて、私はあのスマホのキーボードで、私のスマホはこういうあの、こういう、はい、何でしたっけそれ、ブルーベリーみたいな、みたいなやつですけどね、はい、あの今はもうこう絶滅危惧種とかも絶滅したこうキーボード付きの、はいはい、これずっと使ってるんですけど、これで、メモを取るんですよ。でもあのお話し続けてくださいね。でもそういうのはすごいわかります。僕もなんか、うん、朝起きてバッてこうメモしたりします。あの3月ぐらいかな、3月に1遍ぐらい、あのすごくあのちゃんとあのあれなんですよね、あの物語になってる時があるので、物語物語に、これでもな、まだまだ
まだ形になってないネタだからな、あんまり喋れない。わからないものでいいのよな。わからないもの、なんだろうな。うん、いや、まあ別に夢に限らないですけどね、はい。アイディアメモはいっぱい常に取るんですけど、道歩いてて立ち止まって、危なくないとこまでこう、ちょっと道の隅っこに行って書いたりとかしょっちゅうしてますけれど、なんか今あるかな。あんまりこう引っ張るようなことでもないんですけどね。最近見たやつ、すごく大まかに言うと、すごい SF もの的なやつを見ました。SF? SF 的な、その設定みたいな夢を見るんですよ。共有会ですね。プロットみたいな感じの夢を見るんですよね。はい。教えて。はい。それでもな、あんまり喋れるとこはないんだよね。まあまあこの話はまあいいでしょう。まあでもそういう感じなんで、だから絵を描くっていうその動作というか行為につながった形で、何かこう自分の中でこう、なんていうのかな、アイデアとか、それから体の感覚とかがこう継続して何か出てくるってことはあんまりないですよね。だから言葉で出てくることの方が確かに多いので、それはそうですね。ただ絵を描いてるときに、やっぱり絵を描くことの中で物事が出てくるし、絵を描く中で絵を描くっていうことが起こるっていうことは、もう感覚的に分かるので、それとはちょっと違うところはあるのかな。あ、でもまあ夢の中でプロットを見てそれをメモするっていうのはそれに近いかもしれないですね。なんか前、真島さんがこの本を勧めてらっしゃって、ああ、はい。なんか今 SF の話が出たんで、なんかこれまだ全然読めてないんですけど、はい、野島さんがこれ進めんだと思ってすごい意外だったんですよ、ね、あ、そうですか、はい、私それはすごく高校生の時に最初に読んで面白いですよ、ね、今でも好きですよ。そうですか、はい。SF 小説はよく読むんですか？そんなに言うほどは読んでないですけどね。面白かったです。皆さんってなんか今、真島さんの話聞いてて不思議に思い出したんですけど、なんか皆さん、アイデア管理とかってどうしてるんですか？アイデア管理こうアイデアって多分、普段生活してたら何十個か多分出てきて、でその中から自分にとってどんな意味でもいいんですけど、特別なものを選んで、でそれが作品になるかならないかみたいな感じあるじゃないですか、多分。で僕はなんかそう結構瞬間的に、こう思いついたやつを取るっていうことが多くて、だから そんななんかアイデアマン的じゃないっていうか、なんかその1個思いついたアイデアをどん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 自分の中で反芻して、でどんどん好きになってそれを使おうと思うっていう感じのことが多いんですけど、うん、多分まあでもさっきの絵の話でしたけど、僕アイデアにもやっぱり入り込む傾向にあるので、多分もうちょっと客観的に見た方がいい部分も多いっていう課題を残しながらっていう感じなんですけど、皆さんはなんか、自分のアイデアとかを作品にするっていうこととか、その決め手みたいなものってあるんですか？アイデアを作品にする決め手か。なんかこれは作品になるって思うときっていうか。いや、基本的にアイデア、そうだね、うん。全部メモってあって。そうなんだ。全部一応作品にしようと試みるけどな。でもやっぱやってみると無理だったみたいなことも、うん、なんか僕の場合だアイデアって多分文字じゃなくて絵で浮かぶことが多くて、あ、こういう風な色でこういう形のものをこうパッて浮かぶというか、なんかその一枚がパッて浮かんで、それがだんだん肉付けされていくっていう形で絵になることが多い、うんうん、でも多分それは僕の話であって、もっとこう綿密に構築していく人とか、なんかテキストがあってそれがだんだんこう絵に翻訳されていく人とか、映像に翻訳されていく人とかいると思うんですけど、しかもそのソースの中になんか漫画があったりとか映画があったり小説とか、まあ、日常生活の感情があったりすると思うんですけど、なんかその辺のことって多分僕みんなに関してはそんなに知ってるわけじゃないなと思って、今作品を見ればそれってわかるじゃんっていうことなのかもしれないんですけど、うん、もうなんか直接聞いたことって多分あんまりなかったと思うので、なんか聞きたいなと思ったんですよ。なんかアイデアが形になるときって、やっぱアイデア単独一つのアイデアでなんか形になるってことはほとんどなくて、
さっきあの夢の中でそのプロットを見て、でそれをメモするっていうふうに言ったのって、多分そこまでにいろいろ考えてきたことが、冷静に考えてメモを取って後に読むと、もちろん全く整合性がないんですけど、複数のアイディアが、まあ矛盾したり、まあ相反するようなことがありながらも一つのプロットとして全体で現れてくると、ここからは何か始められそうだなって思うことあるんですよね。うん、でこういうのって結構私漫画から影響を受けてる気がしますっていうのは、うん、私まあ日本の漫画しかほとんど読んだことないんですけれど、うん、あの連載じゃないですか漫画って、はい、でほらベルセルクとかガラスの仮面とかも、うん、いつ終わるんだみたいなのでずっとやったりもするじゃないですか。します、ね、そうすると要するにあの戻っていくリアリティが変わっていくわけですよね、漫画の外が、うん、はい、だから一つの作品の中で整合性が取りようがないような中で、でプロット自体が自己更新しながらこう続いていくみたいな形で作られるじゃないですか、はい、ああいうとこに私日本の漫画とかアニメとかの一番面白いところがあって、はい、あの宮崎駿の風の谷のナウシカの漫画もあれも十何年かけて描いてるし、間に映画があったりで他のアニメーションの仕事もしていてって、で完結したのが多分94年とかで十何年描いてたんですけど、多分、うん、やっぱり絵の変化もあるけど、やっぱり物語の根本の思想の部分で相当大きくこう変化してる部分があったりっていうのは、漫画ではよくそういうものに出くわすと思うんですよね、うん、でなんかアイディアってそういう風になってやっとなんかこう形になっていくような感じはすごく持っていて、でそれにもっと小さい単発のアイディアっていうのはまあすぐ形になって、だからそれは作品としてどうっていうのはあんまり気にもしないでっていうようなことがあるのかもしれないですけれど、なんかそんな感じしますね。そういうのが好きですね、私。あのアニメとか漫画とか。うん。うん。うん、でも、あんまり長いと読めないですよね。ワンピースとか。ワンピース、もうすごいですよね。毎週、どぎも抜かれますよね。私は、前に一度、60巻まで、はい、無料配信ってやったときに、50巻ぐらいで、時間切れで、はい。だからそこまでその長い、超大作はそんなに読んでないんですけど、でもやっぱり漫画ってそういうのが結構あるかな、と思いますね。でもその時間のラグみたいなのが、真島さんの作品の中にもあるってことなんですか、このアイディアが。作品の中にあるかどうか、あ、うん、そうですね、考え方としてはあるんじゃないかと思ってますね、うん、僕は結構その話すごいわかる、うん、だから僕も長期連載みたいな感じで同じモチーフをなんか10年とか越しに書いたりとか したりとか、わざとそういうことしてるんですよ、うんうんうん、なんかだからすごいわかります、うん、同じシリーズで同じタイトルでパートナーって作品が作ったりしてて、むしろなんかそういうふうになんかこう未来に何かその作品が持ってる思想みたいなのとか、うん、なんかオチみたいなものをなんか繰り越すみたいなことが逆に できるっていうか、なんかこれはパート2っていうタイトルがついてたら、このパート2の中で言えることを言えばいいだけみたいな風になんかごまかすみたいなとこも結構あるんですよね。なるほど。それはある意味漫画の長所ですよね、そういう風に。うん、なんかその場を白く感じても言えるっていうか、習慣のやりとかって。うん、あれを。そう。うん。うん、そうですね。はい、うん、そう思って漫画は結構楽しんでるように思います。うん。うん、なるほど。エモさんのこれってどのぐらいかけて書いてるんですか？これ6ヶ月です。6ヶ月。はい。これ、頭から3部構成っていうその想定だったんですか？ 3 部構成って言っていいのかわからないけど。なんか、それはなんか多分漠然と決めてて、その一人一人の人間がいて、それとは別の場所から一個に集まっていくよっていうふうにしようと思って、多分それがスタートっていう感じです、ね、うん、あとはなんか何も決めてないみたいなところから。隣で見ててびっくりしたのが、うん、なんていうんですか、ゲラっていうか、なんていうんですか、ざっくり小回りするみたいなこともしてないんですよね、
榎本さん。ああ、ネームっていうやつか。あ、ネームです。あ、ネーム、そうそう。なんか、その場でバンバン書いていくみたいな。あと何ページで終わるとかも決まってないんだよね。決まってない、全然決まってなくて。そう、それをなんか。俺は結構すごい異常だなと思って。それ多分スタジオで千葉君にも聞かれたよね、確か。これプロット決まってないのって。で、多分俺はその時に、なんか、俺は宮崎駿のシステムを採用してるとか言って、だから、それはなんか、その、宮崎駿さんのやり方って、僕、合ってるかどうか分かんないけど、僕の感では、なんか、なんとかボードって、イメージボードが何枚かあって、それが最初に、あの頭の中にパッパッと浮かんでるはずで、それをなんかだんだん埋めていくっていうような感じで映画ができていくっていうか。でも絵コンテは頭から描いていくんですもんね。そうですね。確かに。で、そんな感じが僕にも合ってるなと思ったっていうか。だからその、まあ、違う言い方をすると漫画の内容が僕を引っ張るように描くっていうか、ずっと俺を働かされるみたいな感じで、そういうスタイルですよね。うん、だから多分それはすごい、僕が画家だっていうのもあるのかもしれないし、なんか普段そうやって絵を描いてるから漫画でもそうするっていう部分があるっていう感じがします。絵のサイズというか原稿用紙のサイズはあの、うん、いわゆる漫画用のあの大きさなんですか？そうです、そうです。なんか、原画なんて、これが原画のデカさで。おこれが本のデカさ。っていう感じかな。そうだからなんかその漫画って絶対印刷するじゃないですか。なんか普通のジャンプに載ってるような漫画とかって。だから多分原稿用紙はあの大きさに対して普通の単行本ってもっとすごい小さいから。多分漫画っていうのには漫画の作法があって。うんうんうん、ウィッカーの騎士でしょ、それ。榎本さんのはナウシカと同じ関係。どっちもすごいいっぱい書いてる。いっぱい線がある。すごいですね。どっちもいっぱい線がある漫画。真島さんのそのお家の装飾品みたいなの、すごいなんか独特ですよ。はい。マジオさんの。あ、そうです。うちは可愛いうちなので。背景がすごい気になる。はい。うちは可愛いうちなので。はい。すみません。花。そう。そうですそうです。うちはね、あのちょっとあの、はい、ちょっとじあの違う次元に位置してるので。はい。はい、異次元通信中なので。そんな感じしますね。私、さっきの榎本さんので、その宮崎駿風っていうのは、なんかすごい感覚に分かるんですよね。あ、本当ですか？私、宮崎駿はもう、あちこち行ってるんですが、はい、あのハウルの動く城がもう圧倒的に好きなので、あ、そうですね。まあ、榎本さんがどう、あの映画をどう思ってるか分かんないですけど、僕も好きですね。あの、私のさっき言ってたような、好きな、あの、要するに、複雑って言っていいのかな、プロットの形っていうのはやっぱりあって、好みの形点があって、うん、で、やっぱハウルの動く城みたいなプロットの作り方好きなんですよね。あ、はいはい。割と評判が悪くなるパターンなんですけれど、でもなんだろう、ああいうのはすごい好きなんですよ。あ、で、漫画のその長期連載していくと、やっぱりそういうふうにならざるを得なくなるところがあるじゃないですか。うん、あります。最初から最後一応イメージを描いていたとしても、やっぱり途中で相当こう、蛇行して、なんとか戻ってくるみたいなその動き方っていうのはやっぱすごく面白いし、で、頭のこれと、はい、おしまいのこれって、はい、こう、まあ、額縁のこう、はい、になってるんですけど、はい、でもやっぱり状況は違うじゃないですか。一人だけ列車の中に行って、二、うん、人外に行って、はい、で、これはなんかすごく叙情的な感じで、文学世界のこういう、こう匂いがあるんですけど、私最初に1ページ目見てすごい思ったのが、これって、はい、これってスマホで撮った写真ですよね。シャッタースピードでこの歪むっていう。ああ、確かにそうかも。うん。
だから頭とおしまいでメディアも違ってるんですよ。でさっきみたいに途中にあの決めの絵が入ったりもするじゃないですか。あ、しますね。だからああいう絵のレベルでの複数のなんだろう、次元っていうか違う種類のものがやっぱ入っているけれど、でも全体としては一つの物語としてとにかく、ある意味流れていかざるを得ないみたいなとこがありますよね。まあ、映画とか、ね、あの演劇とかに比べればもちろん戻って読むことはできるけれども、でもやっぱり順番っていうのがある、っていうその2つが一緒にやってるものに私は多分すごい惹かれるんですよね。なんかそう、だから一本の漫画の中に、ね、いろんな絵の描き方だとか、いろんな時間だとか、いろんなキャラクターの別の人生がなんか織り込まれていくっていうことは結構前からやりたくて、でもなんか今、真島さんの話聞いて冷静に考えたら、僕一枚の絵でも多分それちょっとやろうとしてたっていうのを思い出して、だから多分そういうのがあるんだろうなと今思いました。残り10分ペーペーが。残り10分ペーペーお願いします。このままだとオンゴーイングが潰れるんで、少しでもお金ください。お願いします。お願いします。お願いします。なんかじゃあ、あと10分ぐらいしかないんで、なんか、そうだな、僕がみんなさんに聞きたかったことって、その最初にちょっとだけ触れたんですけど、その現実の見方っていうことを考えるとき、みんななんかどういうふうに現実を見てるのかなって思ってて、なんか今ちょうどすごいいろんなことが際立っている状況じゃないですか、コロナとかって。で、なんかだから外の世界のことって、ツイッターとか、なんかパソコンとか、あらゆるメディアでその摂取しようと思うと思うんですけど、でも現実って現実のまま理解することってどうやればいいのかなって僕は思ってて、でそれはなんかそのままかなり精度の高い描写を読めばいいのかとか、写真を見たらいいのかとか、でもそれはなんか人によって全然違う解釈をするだろうしとか、でなんか僕とかっていうのはその別にコロナっていうことがある前からその現実っていうのを時々漫画に翻訳するっていうことを頭の中でやってたりして、でだからその絵だってそういう風になるっていうところがあるんですけど、でなんかで俺は多分千葉君になり変わったり真島さんになり変わったりすることができないから、なんかそれって皆さんどういう風に現実を感受してるのかっていうことがいまいち分かんないままなんですけど、それってどういう感じなんですかとかありますか。いや、それはやっぱり地主さんに現実と言ったら、そうです、現実と言ったら、いやそんなことは別にないんだけど、でもいや作品としてそういうなんだろう、あのもちろん言葉をどう取るかってあるんですけど、現実っていうことと、オルタナっていうようなものみたいなものについて扱う作品は多いですよね。そうですね。ですよね。現実でもなんか正直今そのこのコロナの状況でこう私も、なんか今まで自分がどう現実を捉えたら、なんていうのかな、なんか現実の複雑さみたいなのをどう捉えるかみたいなのをずっと多分自分の興味があって、なんか現実って自分が捉えきれないもので、なんかすごい予期しないところになんかバッとめちゃくちゃリアリティがあるぬるっとしたものが出てくる時があって、なんかそういう瞬間を見たいというか、なんか普段は見えないそういう裂け目みたいなのをなんかこう見たいみたいな欲望からずっと作ってきたんですけど、なんか今ちょっと混乱してて、こう今考え直し中ですね。なんかだから今ちょっとまあ答えられない。なんか今このこもってる間にこう自分が今まで考えてきたことがどうだったのかなみたいなのをちょっと今考え直してるところです。もうすごい考え直していて、なんか今のような状況になる前っていうのはまあいろんなシリアスな問題あるにしてはある程度こうゆったり構えて考えてた部分も多かった気がするし、でもなんかこういう事態になって、まあ、いろんな物の出方とか世界のどうなってるか感とか感じていくと、多分
一個一個に関してもう一回検証し直さないといけないみたいな感じの流れなのかなとか思ったりもするし、なんかどうなるんだろうということで、僕も動揺はずっとしていて、なんかだから今まで自分が習慣的に使ってた表現手法だとか、うん、絵の描き方一つ一つにしても、なんかこれってこうリアルだったのかなみたいな感じがちょっとするっていうところはあるっていう感じがあります、うん、っていう感じなんですけど、なんかうまく言えないけど、だからだって商売のシステムとかだって多分若干いろんなことでちょっとずつ微調整していく形で変わっていくっていうのはあるだろうし、なんかそうなると当然なんか思想的に変化とかいうのんきな問題よりかは、なんか本当に行動が変わるっていうような感じのきっかけみたいなのが毎日あるじゃないですか。そうなってくると、しかも収束もしてないから、これでいこうみたいなことも決めづらいっていうか、だからまあ動揺はしてますよね。あとなんか私今までは結構現実っていうものをなんか人間の目線からやっぱり考えていたというか、人間にすごい興味があって、その人間の不思議さみたいなのばっかり考えてたんですけど、うん、なんかこれを機会に、なんかそうじゃない見方みたいなのをしたいなとは思ってるんですけど。例えば、例えば、わかんないですけども、うん、なんか今までの見方がなんか狭かったなっていうのはすごく思ってます。人間以外の 目線を入れていこうっていう小説家とかっていますよね。なんか石村美智子さんとかって、うんうん、昆虫の視線とか入れていくっていう、人間の目だけで見てるから公害病っていうのはあるんじゃないですかとかいうような話とかしてますよね、うんうん、確かに。とか今地主さんの話聞いててそういうのを思い出しました、ね、でもなんか僕はその話は前からなんかちょっと考えてたところがあったんですけど、例えば僕が昆虫の視点で何かを描こうという時って、なんか昆虫が見てるものを描けばいいのか、うん、昆虫をどこまでそうすればいいのかとかいうような、なんかその手法自体はまだ分かんないっていう状態って感じがする、うんうんうん、最近こんなドローイング描いたよ。そうママンだママン犬の目線が変わるけど、うん、ごめん、うん、これ好きなんだけど、すごい、 いいですねでも動物とか昆虫とかって考えるときに、うん、とあとその人間についての関心っていうので、うん、人間についての関心ってすごい乱暴に言っちゃう。私の中の感覚だと文明レベルと文化レベルがあると思っていて、うん、で文化レベルと文明レベルがどういう形で関係しているのかっていうのが、いろんな状況で変わってくるのかなっていう気はしてるんですよね、うんうん、だから現実っていうのがどこにあるのかっていう時に、さっきの私の夢の話で言うと、夢を見てる私っていう状況が文明レベルであって、その中でプロットとしてのアイデアを組み上げてるっていうのが文化レベルとしてあるんだけど、うん、そこの夢から覚めると夢を見ていた状況の文明レベルにこう意識がいかざるを得ないというか、うん、あの中でしかこの文化は成立しえなかったんだなってまあ思うわけじゃないですか、うん、なんかそういうことはまあでも常に問われてきたことかなっていう気はしてはいるんですけどね。動物っていうのも人間との関係で動物を見ていくとそんなに多くは見えないかもしれないけれども、人間とは違うものみたいなアプローチって、でもアートでもずっとまあここしばらく行われてきていて、一番最近で分かりやすいのは去年の岡山芸術交流のピエール・ユイグ のキュレーションって、確実に動物とか文明レベルで その人間的文化っていうものとは違うところにあるものみたいなものがやっぱ射程に入っていたので、まあ、そういうのはあるのかなというふうに思いますけどね、うん、っていう感じですか。今私漫画は現実は漫画でしょうかっていうのに、はいはい、答えはツイッターにさっき始まる前に書いたんですけど、あ、読んでなかった
現実は漫画ではないんですよ、うんうんうん、私的には。ただ漫画も含む物語は全部現実なので、漫画は現実ですね。なるほど。あ、そうか。僕がなんかこのトークの前に打ち合わせがあって皆さんにできないから、なんかトークの足がかりっていうことのでちょっと簡単な質問というか、どんな漫画が好きですかっていうことと、現実は漫画でしょうかっていうことと、物語にはどんな力があると思いますかっていう、この3つの1つに今真島さんが答えてくださったという感じ。はい、そうです。うん、僕もね、もうこれを作ってた時はもう漠然と考えてたんですけど、確かにずっとなんか心身と漫画と現実は違うっていう気持ちも出てきて、でもなんか自分のそのさっきの話じゃないか、世界の認識方法の中にその一回漫画に当てはめるっていうものがある限り、ちょっとだけ現実に漫画がどうしても混じるっていうところもあるっていう、うん、でなんか、まあ、また違う次元の言い方かもしれないけど、そのいろんなことが漫画のように見えるっていうこともあるし、だからでも厳然として別に現実があってっていう、でも一方でその現実しかみんなが考えられないときって漫画ってどうなるのかなとか、なんかそんな感じもするし、そういうことを考えた。なんか俺にはコミック雑誌なんていらないっていう歌、有名な歌があるけど、うん、え、知ってますか、内田裕也、うん、コミック雑誌はいらない、はい、知ってる。俺の周りは漫画だから俺にはコミック雑誌なんかいられてて、うん、ロックンロールの古い、うん、なんかそういう風になんかみんな演技してるんだ、みんなピエロだからみたいな、うんうん、でだから俺にはもう漫画、周りが漫画だらけだから漫画なんかいらねえよっていう歌なんですけど、うん、それ知らないか、いい歌ですよ、いい歌。うん、ルースターズ、ルースターズか、うん、内田裕也がカバーしてるだけか、そうそう、もともとルースターズか、うん、それあれ何言おうとしたんだっけな。だけどなんかさ、漫画、そういう風にさ、漫画ってさ、身体とかさ、主体みたいなところにさ、染み出てくるじゃないですか、うん、で多分漫画だけじゃなくて絵画も昔はそうだったはずで、うん、なんか真面目に、うん、マジレスっていうか真面目に話すと、うんうんうん、なんかイリュージョンって絶対に主体を変化させようとするものだと思う、うんうん、でそれのいろんなイリュージョンが自分を主体を変化させようとした歴史の結果として自分の主体があるみたいな感覚が僕はある、うん、だからなんか新しい漫画に染められた若い子みたいなのとかと会った時にそういうのを感じませんか、その違和感、なんか一人称の方法も違ったりとか、驚いた時の表情が違ったりとかすると、なんかその驚き方のなんか元みたいなのが頭に浮かぶっていうか、あ、なるほど、そうかも、うん、うん、だからなんかこう主体を変化させる歴史みたいなものがなんかイリュージョンの歴史なのかっていうふうに、なんか、うん、確かになんかネットかなんかで見たけど、最近小さい子とか大人でもそうなんだけど、小さい時の記憶が NHK の連ドラになってる人がいるっていうのを読んだことがあって、なんかそれでだからすごい表紙を込めて思い出すことが実はテレビの中の風景っていう不思議なことがあるんだと思って、それも多分主体をある程度形成させるっていうところがあったって気がした、ね、うん、質問が来てる、え、質問チャット、どうやって、千葉さんの後ろにある作品が気になりますという質問が来ました。え、作品じゃないよこれ、あ、でもこれは猫、どうやればいいんだろう、この茶色いやつか、猫、あ、これ猫の写真、猫の写真よね、うん、と、これが美穂看護っていうグループで昔発行した新聞、これどうやろう、捨てるの、新聞、あ、これ、あ、ちゃんと額に入ってんだ、そうそうそう、うんうん、っていうものです、信頼っていう新聞。あ、皆さんから、じゃあ、視聴者の皆さんから質問を今から受け付けます。はい。YouTube のチャットで、質問をしていただけたら、トークのゲストの方々に僕から伝えます。お願いします。質問ありますかね？
ルースターズじゃなくて頭脳警察だったって。あ、頭脳警察。俺そうだったっけ、俺内田裕也だと思ってたわ。内田裕也も歌ってる。そうだよね。うん。流してみようかな。流れてる。流れてきました。これ流していいのかな、大丈夫だよ。それ、あ、そうね、流さない方が。流さない方がいいですか。うん。流すと YouTube 引っかかるよ。でも、俺の元は YouTube なんだけど。うん。うん。あ、ジェルシちゃんのフェイバリットな作品とかってないですか？タイトルを聞きたいんですけど。漫画、そう、私、あの、漫画、そう、最初に榎本さんにも言ったんですけど、最近の漫画を全然追ってなくて、だから、手塚治虫と岡崎恭子っていうめっちゃ定番の。定番だね。すいません。手塚治虫は何ですか、特に。火の鳥ですかね。火の鳥どれですか。何編ですか。復活編。はははは。すごいね。あと、あの、ロビタが、ロビタが出るやつって復活編です。未来編、未来編。未来編か。その子が好きです。かわいいですね。僕もどうだろう。これめっちゃ好きなんです。ああ、私、最初の方だっけ、ちょっと読んだな。これ、うん、高校生ぐらいの時にやってた、杉浦真一のスター学園っていう漫画なんです。コキジ。そうそう、コキジ。コキジ。いじめられっ子が、なんか、金持ちなんだけど、無一文になって、スター学園っていう、スターを養成する高校に入るっていうような話なんですけど、この絵がすごい好きなんですよね。僕は、これ、やっぱ、水木しげるじゃないや、千葉哲也先生の。おぉ。新しいやつの、これは最高だよね。いやもう千葉哲也作品が全部好き。もうなんかこれは最近も連載してるやつで全部カラーなんだ。あの満州から引き上げてきて、でおばあちゃんの家に突然帰った時のこのおばあちゃんのこのコマとかすごい好き。本当にすごい。あとこの漫画知ってます？あ、ニューヨークで考える距離じゃなくて、この本堂。ああ。すごい面白いよね、これ。これ今。英子さんの恋人。あがね、新しいのが出ないんだけどね。コミックハルタ。あ、これ夢持ってる。おお。これ面白いよね。これね、すごい読み。知らない。これ。英子さんの恋人？ミズマンの作家だよね、多分これって。そうそう。これ超いい。これってあれですか、梅津和夫小川さんの。それはあれでしょ、ね、14歳じゃなくて14歳。私が死んだ。あ、私が死んだ。最高だよね。あ、最高。すごい。なんか質問ってきました。ましたか。質問に来ないですね。質問ね。じゃあ終わりかな。そう、ね、なんか榎本くんの展示自体は、うん、あの中止って今回言ってるんですけど、どこかでオンゴイングで必ずやれるように今いろいろ調整をしていて、うん、なのでどっかできっと皆さんが原画を見れる機会が作れると思いますっていうふうに頑張ってます、うん、でもちょっと今後のね、オープンが再開できるかどうかがちょっと見えてないから、うん、何とも言えないんですけどね、うん、だから収束を願うばかりなんですけど、収束いつするかね。ね、あとは休業保証ですね。そうですね、はい。あ、質問が来ました。いいですか皆さん。はい。皆さん、オンライン漫画は読んでいますか？どう思われているか聞きたいです。
韓国の縦読み漫画なども、うん、はいはいはい、縦読み漫画読んでないの、知らないな。オンライン漫画は LINE 漫画の理想なんとか偽装不倫かな。え、最初のとこだけちょっと読んだだけですね。スクロール、縦スクロールの漫画はほとんど読んでないです。全くと言って読んでないですが、というのは私のスマホがこういう極めて脆弱なスマホなので、はい、もう LINE 動かすだけで止まるようなものなので、はい、読めてないっていうそのハードウェア上の問題がありますが。縦ライン漫画って何なんですかね。縦にこうやってスクロールしてくるんで、ね。ああ、なるほど。もうずっと、はい、あります、ね、どうですか。あれ、100日後に死ぬワニでしょ。あ、そうだそうだ。どういうことでしょう。俺もでも100日後に死ぬワニとか、なんかツイッターでたまにそういう漫画が上がってるのを見るぐらいっていうか、だから多分ネット漫画っていう領域について多分立ってないっていう感じがある気がします、ね。あとなんか普通のさ、普通の連載してた漫画がさ、貼ってあったりとかもするじゃんね。うん、うん、あのでも縦スクロールの漫画は面白いなとは単純に思いますよね、あの、うん、形式として、うん、コマがタイムラインに一本に並ぶっていうのは、うん、これまでの漫画とはだいぶ違うし、うん、漫画独特のリテラシーなく読めるっていう意味でも面白いと思うし、うん、でも映画とはまた違うので、あの多分すごく面白いんだろうなと思います。ただなんかそのメディアの特性を生かした作品が別にいいというわけでもないんだろうと思うので、それはまああくまでもいろいろあるフォーマットの一つってことなんだろうなと思うんですけれども、ただ読む装置が変わってくれば、ね、スマホでいわゆるページで小回りしているものを読んでいくとやっぱりめんどくさいので、私はあの Kindle 買ってからすごい漫画を読むようになりましたけれど、まあスマホで漫画読む人が増えてくればそういう漫画増えてくるっていうのも当然だろうなとぐらいのすごいぼんやりとした感想しかないですね。うん、あと僕はなんか、月曜ジャンプとスピリッツとヤンマガを読んでみたいな、そういうなんか毎日忙しいんだよね、なんかその漫画を、うん、漫画だってだそうね、うん、だからなんかそれ以上スマホでまで読んだらっていうところがちょっとまだあるかな。うん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 。逆にまあ週刊誌を読まない人は読む。うん。だって毎日毎日読むわけでしょ。ああいうライン漫画とか。日ごとに配信があって。読んでみたいな。うん。なんかすごいよく分かってない発言をいっぱいしてるような気がしますけど、実際よく分かっていないので、はい。はい。スマホで漫画読みますか皆さん。僕読みます。スマホで何を読んでます？ Kindle。 どういうの？ Kindle で？ああ、Kindle って、じゃあ、僕が読んでるのは、あれ、なんだっけ、タイトルが急に忘れちゃいましたね。なんだっけ。ちょっと待ってください。何？風雲児たち。ああ、はいはいはい。歴史漫画。名作です。山本太郎。はい。幕末編まだやってるんで、すごい長さなので、うんうんうん、ちょびちょび。対策ですよね。はい。すごい面白いです。おすすめ。榎本さんは、榎本さんの好きな漫画はあるんですか？影響を受けた漫画っていうと、今読んでる漫画ってありますか？僕、今は、はい。スマホで読んでます？読んでないですか？スマホでなんか昔の漫画をもう一回読むみたいなことばっかりやってて、僕小山優とかがすごい好きなので、なんか小山優の大井龍馬とかを読んだりとか、あと足立って、ああはいはい、桜の歌とか、お天気お姉さん、これもめっちゃ好きで、なんかさ、すげえ特定のなんかさ特定のジャンルだよね、高校生の時床屋にあったやつみたいな、うん、そういうやつを最初に繰り返しを読む。ここへ行くと絶対それあったんだよ。あのね、さっきのスター学園もそうだけど、私が高校生だった時により一つ後のものなんでね、みんなね。
その辺がいいですね。ラインは分かりますね。どういうラインかも。そう、ヤンマガとか、ね。ヤンマガだよね。うん。僕はなんか新規開拓が苦手な方なので、なんか同じ漫画を何回も。ですね。なんか質問特になさそうです。あ、分かりました。はい。じゃあちょっと最後、投げ銭の宣伝して終わるのでいいですかね。はい、そうですね。大丈夫です。はい。はい、で今日皆さんありがとうございました。ありがとうございます。小川くん、これ、はい、これ YouTube 切った後にこの画面だけ生かしといてみんなと話すことってできる？あ、で、この画面というと、この画面、YouTube だけ切って今は、あ、できます、できます。一応だから YouTube 上で今ちょっとお金入れてって今やってもいいですかね？あ、もちろん。ちょっと待ってね。これゲストの方のギャラにもなるから、ぜひ皆さんやってくれたらいいんですけど、ちょっと待ってください。これで。これ結構お金入ってるよ。結構入ってます。あ、今、画面共有しました。PayPayで入れてくれたら嬉しいです。じゃあ、あれですね、皆さん。今日はこれでおしまいということで。はい。はい、どうもありがとうございました。はい、どうも。皆さん、えのうさんの漫画を読んでください。そうですよ。はい、すごいです。すごい熱量です。そうですね。いや、これは すごいいっぱい線があります。インターネット上で見れるんですよね、えのうさん。はい、ネットで見れます。ネットで見れて、オンゴーイングのウェブサイトからも飛ぶことできるので、あと英語版も上がってます。うん、はい、よろしくお願いします。ゲストの方はみんなその物があっていいですね。そうですね。はい。また持っていきます。すみません、遅れて。はい。はい。めっちゃ書き込んでるんで。これがいいか、原画をオンラインでできることをちょっと頑張って、コロナを早く終わらせましょう、みんなでね。はい。はい。はい、うん。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。んで、みんなよろしくお願いします。ありがとうございました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 。あ、どうしよう。皆さん、これを、あ、じゃあ、皆さん、ミュートにしてください。はい。それで、ミュートにして、あれ？ちょっと待って。ミュートにして、聞こえてます？聞こえてないかな？あ、改めて Zoom で皆さんつなぎます。なので、ゲストの方は切ってもらって大丈夫です。